こんにちは、助産師のしおりーぬです。ということで今回は10分で見られるプレパパ講座やっていこうと思います。今回のテーマは育休って取った方がいいの？ということについてです。10月から男性の育休に関する制度が大きく改正されたことなんかもあって、最近は男性育休という言葉に注目が集まっていますね。そんな男性の育休、どうして取った方がいいと言われるのか、取らなくてもいい人っているのか、そんなお話をしていこうと思います。チャンネル登録お願いします。ではまず、育休が必要じゃない、育休を取らなくてもいいパパっているのかなというふうなことで考えてみると、私の個人的な意見としては、取れるならみんな取った方がいいと思ってはいます。どうして育休っていうのが大切なのかという話はこの後ゆっくりお話をしますが、なるべくならみんな取った方がいい。だけれども、その上で育休を取らなくてもいいだろうなという人をあえて考えてみるのであれば、子育てに全力で時間を使える、体力を使える、そういう大人が実際に出産をしたお母さん以外にももう一人、もしくはできれば二人いてくれるような場合には、必ず必ずしも育休は取らなくてもやっていけるかもなというふうには思っています。ではなぜできればみんな取った方がいいというほどに育休が重要なのかというところについて、3つその理由をお話ししてみようと思います。まず1つに、0歳児の育児にはとにかく人手が必要っていうところです。生まれたばかりの赤ちゃん、特に生後3ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんは、その多くが 2,3 時間に1回は授乳をしています。なので単純に24時間を2か3で割ってみると、大体1日に8回から10回は授乳をするという、まずは育児が発生するわけですよね。そしてその授乳っていうのも3分とか5分とかそういう話ではなくって、特に出産直後の技術も慣れない間、母乳の分泌もまだ少なかったり、ミルクも今どれくらいあげたらいいだろうとかって調整が難しいような段階の時には、本当に1回の授乳に30分とかそれくらいは時間がかかってきたりもするんですね。しかも1回の授乳をするっていうのにも、やらなければならないのって授乳という行為だけではなくって、その前に赤ちゃんのおむつを確認して、うんちをしっこをしていればおむつを交換したり、哺乳瓶を使ってミルクをあげるということであれば、粉ミルクにお湯を入れて粉ミルクを作って授乳をした後、今度はその哺乳瓶や乳歯を洗って消毒をしてっていうような、本当に様々な作業が授乳という行為をするために付随してくるわけなんですよね。そういった慣れない授乳ということを1日に8回とか10回とかやりながら、その中で赤ちゃんのお風呂を入れたり、お着替えをさせたり、慣れない抱っこで寝かしつけをしたりっていう育児をしていきます。それにプラスアルファして、大人も生活をしていかなければなりませんので、ご飯を用意したり、洗濯をしたり、自分自身もお風呂に入ったり、そういった自分たちの日常生活を回すための家事っていうことももちろんしていくわけで、しかもそれを担っていくお母さんというのは、全治1ヶ月の交通事故にも匹敵すると言われるような産後の体のダメージというのを負った状態で、かつ出産に伴って激しく変化したホルモンバランスによって精神的にも不安定な状態にある。そう思うと、まずこの0歳の育児っていうのを出産直後のお母さんが一人でするっていうのは現実的に不可能です。だからこそ、できるのであればパートナーの方が育休を取っていただいて、お母さんにしかできない育児、つまり母乳を直接飲ませるというその行為以外は全て他の人でもできることなので、役割分担をして行っていく。そして大人が自分もしっかり寝る、休むっていう時間を確保できるように調整していくっていうのが非常に大切になってくると思います。私自身も出産直後は夫とシフトを組んで、何時から何時は私の担当、何時から何時は夫の担当っていう風に育児をやっておりました。その詳しい役割分担なんかについても以前動画でお話をしているので、よかったら参考にしてください。で、もしこの役割分担というところに関して、例えばお母さんが里帰り出産をしていて、産後1ヶ月とか2ヶ月とかは実家で過ごしますと、しかもその実家にいるご両親も日中にお仕事とかをしていなくって、ずっとお家にいてくれるから、家事とか育児にがっつりコミットできますっていう環境であれば、マンパワーが十分にあるなと判断をして育休を取らないというのも一つの選択かなとは思いますが、例えば里帰りをして、でも日中は親御さんたちもまだお仕事をしているので、実質子育てしてるのって一人なんですよねっていう場合には、人手は十分とは言えないと思いますので、その中で具体的にどうやってお母さんが休める環境を作るのかっていうのを考えていく必要があるなというふうに思います。それから育休が大事な理由その2、子育てにおける意思決定の責任をシェアするというのが非常に大切だ
からですね、子育てというのは日々日々小さな意思決定の連続です。例えば今この瞬間の授乳ミルクを何 cc あげようかということも一つの意思決定だし、赤ちゃんが今日一日うんちをしなかった、明日まで様子を見るのか、ちょっと綿棒を使って刺激をするのか、そういったことも一つの意思決定ですね。他にも赤ちゃんのお風呂は何時に入れるのか、どの保湿剤を使うのか、お肌が荒れてきた気がするけど皮膚科に連れていくのか、そういったちょっとした一つ一つのことも親たちで意思決定をして、その責任を負っていかなければなりません。肌でさえわからないことだらけの子育てで何かを決めなきゃいけないっていうのも大きなプレッシャーなのに、日々の子育てで十分に休む時間もなく頭も回らない、自分が今起きて育児をしてるだけでも精一杯なのに、何かを決めるために一生懸命調べ物をしたりしなければならないんですね。そしてその自分がした意思決定がうまくいかなかった時、何らか失敗があった時に、その責任が自分一人だけにあるっていうのって結構なプレッシャーです。なのでせめてその意思決定の責任を何人かで分担をしておけるといいなというふうに思います。パートナーと一緒に今は何 cc にしてみようか、これでもし足りないって起きてくるようだったら次はもうちょっと増やしてみようとか、うんちが出てないね、でもなんかそんなに機嫌が悪いわけでもないから、じゃあ明日の何時ぐらいまでは様子を見てみようか、ここまで出なかったら綿棒で刺激するの一緒にやってみよう、そんなふうにわからないなりに一緒に考え一緒に責任を背負うっていう存在がいてくれるだけで、産後の心の負担っていうのは非常に軽くなるんじゃないかなというふうに思います。それから育休が大事なポイント3つ目は、単純にお子さんのリスク管理として非常に重要だと思います。自分の子育てをできる人っていうのがこの世に一人しかいないというのはお子さんにとってめちゃくちゃなリスクです。そのたった一人が今突然病気で倒れたら、隔離が必要な感染症にかかってしまったら、怪我をして動けなくなってしまったら、そういったことが起きた時、お世話をする人が誰もいなくなってしまうっていうのは、そのお子さんにとって健康に生きていくための大きなリスクになります。だからこそそのお子さんの日々の子育て、日々のお世話、どんなことをする必要があって、どこにあるミルクを用意して、どの保湿剤をどんな風に塗って、そういったお子さんの日常のお世話っていうことを把握している大人は少なくとも2人はいた方がいいだろうという風に思います。こういった理由からですね、ぜひプレパパの皆さんには育休取っていっていただきたいなというふうに思っているんですね。去年の10月からの改正で、産後パパ育休という制度が新しく作られたりだとか、従来の育休っていうのも2回に分割をして取ることができるようになったりと、制度上もだいぶ使いやすいようにですね、アップデートがされてきているなというふうに思います。もちろんその間にお給料が減ってしまうと生活が苦しいかもとかですね、様々な家庭によっての事情というのはあるとは思うんですが、可能な範囲でできる方はぜひ育休を取っていただきたいなというふうに思ってます。もしくは現実的に育休を取るのは難しいという方でもですね、そこで子育てはお母さん一人で気合で頑張れではなく、ではその育休を取れない分足りない人手をどうカバーするのかというところは、ぜひパートナーと一緒に真剣に考えていただきたいポイントだったりもします。ご家族やご親戚を頼るのか、産後ケア施設のようなところを利用するのか、産後のヘルパーさんやベビーシッターさんを自宅に呼ぶのか、そういった様々な選択肢を吟味して、お母さんたちの休む時間をきちんと確保する、そういったこともですね、妊娠中に見通しを立てていってほしいポイントの一つです。ということで今回は産後のプレパパ講座として男性育休についてお話をしてみました。何か参考になったでしょうか。この動画良かったぞという方はぜひ高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてこんなテーマも取り扱ってほしいというものがありましたら、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。